嫌だ嫌だ、かわいそうに。おいしそう、こんなん美味しそうなんだ。鳥の手だよ、鳥の手。これ切ってるから、しかも骨も取ってあるから。どんなわけんだよ。結構食べた。今食べたのは指だよ。今日は私たち市場に合わせて台湾ビタンを持ってきました。ちなみに店頭の市場に入るともうニーハオじゃなくてリーホーになります。リーホー、リーホー、リーホー。今台機、今台機実践点嘛一台あれで就搞了呀。啊，多谢多谢。这个是什么不一样？なかなか食べれないやつ。ね、じゃあバーチャー。日本でも売ってるんじゃない？こっちはね、こっちはね。多谢谢，多谢谢。高级，谢谢谢谢。見て、高級台湾バナナプレゼントしてくれた。谢谢谢谢。甘い？我叫做焼き芋。焼き芋、焼き芋、焼き芋。お母さん知ってるね。甘いですか？美味しい。美味しい。好加油，一塞，就好，就好。好加卡重要。多谢。多多只多少钱？多少钱？二十块。二十块，多谢。これ何でしょう？パッションフルーツ。正解。あ、おいしい。おいしい。おいしい。じゃあ一百块。え、これで100元だって。千玉？オッケーだ、オッケー。あ？おいしい。じゃあこれじゃあいいかな。来。やったー！千玉、千玉。谢谢。谢谢，谢谢老板，老板，陶哥，多谢。プレゼントくれた。初めて。これは谢谢谢谢。点赞可以点赞吗？你要先吃的吗？要不要三九零九九零？先在那里，那里叫大哥。面白い市場。めっちゃ優しい。しかもさ、売ってるのにさ、あっちの方が綺麗だからあっち買いなよって言ってくれるのがや、優しくない？すごい。そんなことある？あれ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 綺麗だ。本当だ。じゃあ教えてくれた綺麗なマンゴー買おう。買おう買おう。でもいっぱいだ。そう、マンゴーアレルギーなの、大好きすぎていっぱい食べすぎちゃった。どういうのが美味しそうなのかな？聞いてみて。選び方を教えてもらおう。怎么看好吃的吗？红红的就好吃的。老板可以帮我挑吗？今天可以吃的。老板我有袋子，就直接拿就好了。谢谢。日本妈妈第一次看到那个白色的苦瓜。妈妈看，谢谢谢谢。哦，谢谢。好吃。我也做不来。初めてのゴーヤ体験。这个芝麻真的真好吃。带肉下去蒸。这里呢，肉をこの中に入れて詰めたと。じゃあ買ってみる？一個でいい。わやわやわや大豆。台湾 LB。小さい。めっちゃ快。これね。好。谢谢。谢谢。え？One, two, three。お、そういうこと。一個だと思ったら三個ついてきた。进来没五分钟就满了。一半了。大婶，一番好吃的鶏肉了。大婶，足がついてる。鸡腿一只，就骨。ここで切ってくれるんだね。骨取ってくださいって言ったらこの場で骨取ってくれる。へえ、すごい。すごいよね。職人技。私の爪は見たくない。日本も昔からないの？ごめんね、私の生まれてからはそんな状態ではない。今日も鶏肉の初対面。初対面。鶏肉の次。大ちゃん、ちょっと握手する？いや、嫌だ。嫌だ、かわいそうに。おいしそう。こんなん美味しそうなんだ。マリコも最初お母さんの顔みたいになったんだけど、今はもう美味しそう。おいしそう。いやだ。台湾がこんな感じ。すごいトロピカルじゃない色が。南国の魚の色してるよね。この辺はわかるけど、こっちは。中央ステーからここで叩いてくれるんですよ。へー。叩いてる。楽しいね。見てこれパクチーだよ。日本として流行ってるパクチーだよ。パクチー食べる？パクチー食べない。大先生吗？食べる？苦そう。ネギ餅食べる？ネギ餅食べる。ネギ餅食べます。おいしい。こっちは何？これは蝶のもち米詰め。蝶にもち米詰めんの？お。まあ嘘つかないからいいじゃん。お母さんいつも近づくと顔めっちゃでかくなるよ。これはマリコの作戦だと思うんだけど。母さんに前行って。おいしい。さっきの腸はちょっと腸の臭さがあるからちょっと気になるんでしょ。外パリ中持ちでおいしい。ネギの香りも。あれ鶏の手だよ。鶏の手。美容効果プルプルだよ。次の日シワがなくなってるかも。シワだらけでもいい。これ切ってるから。しかも骨も取ってあるから。どんなわけんだよ。結構
食べた？どう？食べたのは指だよ。どうですか？なんか拍手したみたいな感じ。お母さんが食べないのは娘が食べます。何子が食べるのがもう面白くない。はい、終わり。台湾ハンバーガー。そう、角煮まん、角煮まん。あ、お母さんの好きな。食べる？台湾産だよ。やったー。お母さんの大好物。おいしい。わかりやすい笑顔。終わった、終わった。はい、一包だ。我吃包很好吃哦。谢谢你妈。对呀，还是我妈。谢谢西红。ちょっとお父さんのお土産ここで済もうか。お父さんのお土産。言わないから大丈夫。20元。信じられない。さすが一番。これがタロイモ。顔よりもでかい。ね。豚のハート。心臓。心臓ってあんな形してんの？尻尾。尻尾をどうやって食べるの？尻尾。千葉通っただけでこんなに買いました。いっぱいです。ということで台湾市場体験大成功。